い、今回の動画はですね、限定トミカ、東海バス、東海自動車創立100周年記念のイスズエルガを開封したいと思います。ではね、開けていきたいと思います。ちなみに海老名の小田急の車両基地のイベントで購入しました。あとね、この缶も買いましたね。ではね、開けていきたいと思います。はい、というわけでね、こんな感じで開きましたね。前面の方向幕の行き先は、おかげさまで100周年と書かれています。一応ノンステップじゃなくて、ワンステップバスって書いてありますね。ワンステップバスってわざわざ書くんですね。珍しい感じですか。左側にあるのが、一昔前に作ったブルーリボンシティですね。の改造トミカですね。でもやっぱり製品版の方がリアルでいいですね。最後に走行動画をやって終わりたいと思います。